デカキン TV レディーゴー。ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。ということで今日は台東ステーション府中クロリテンさんに来ています。そして山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、山氏、はい、最近はどうですか？最近どうですか？近況報告になった。最近は何かあった？最近、うん、特にそんな何もないよ。まあね、うん、まあいろんな人生なんでいろんなことあると思いますけど。ないよっつったんだよ。違う、俺はね俺はね、うん、もうとにかくクレーンゲームで景品を取りたくて取りたくてしょうがないのよ、うん、ということで今回の企画はクレーンゲーム1万円で簡単設定だけをやったら一体何個取れるのか。今日はですね、台東ステーションさんに来たら結構ね、簡単設定がねフィギュアとかでも結構増えてたので、デカキン普段フィギュアとか全然取れないじゃん。そうだね。今日はだからいつも取れないフィギュアも含め、うん、もう簡単設定のぬいぐるみとかもガンガン取って、ちょっと久々に気持ちいい気持ちで借りたいなと。はい、もう今日はもう目標何個、1万円で、うん、リアルに10個以上取ろうか。10、これはすごいけど取ってほしいな。しかもあのちっちゃいやつじゃない、もうこれぐらいのフィギュアから、うん、もう上じゃないとダメ、大きさは。じゃあ今日は10個目指して頑張って取っていきたいと思います。じゃあ早速両替に行きたいと思います。おっしゃ。それでは早速1万円両替していきたいと思います。今日は本当に結構取れんじゃないかなと思って、久々に爆取り会、いいな、そうだったらデカキン爆取り会を皆さんにお見せしたいと思います。3000円になったらピンチって感じになるじゃん。だから3000円また残しといて7000円だけ両替しよう。ということでこちら両替完了しました。じゃあ早速簡単設定の台を見つけてガンガン取っていきたいと思います。見てほら、フィギュアで簡単設定、しかもゴールデンカムイのやつとか結構いいやつだよ。これが簡単設定であんの、すごいね。ほらあるもんね、ほら簡単設定ある。やばし、待って、やばいよこれ。 99.99999999% ゲットできちゃう。この台はトレトレ台、トレトレ台、激トレって書いてあるよ。その代わり1回500円。これやばいんじゃない。簡単設定の上行くこのトレトレ台があるんだよ。高くはなってるけどそれぐらい簡単だよっていうことでしょ、うん、え、これからやってみる。え、まあ500円でさ、何だったら誤解できるしとか思うけど気になるよね。気になる。やってみるじゃん。うん、気になるしね。じゃあもう挑戦しよっか、うん、これ絶対取れるとこだもんね。取れない確率が 0.0000001 ってことでしょ。そういうことだね。で、なんならこの4個取るような気持ちでいこうか。ポン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 ってね。まあそれ気持ちいいね、そうなったら。じゃあ早速このトレトレ台やってみたいと思います。これさ、東京リベンジャーズで、これ激取りだからね。うん、じゃあいくよ。じゃあ木崎からいきます。じゃあ、はい、東京リベンジャーズなんて取るの超むずいんだから。まあギリギリ狙いました。さあ、何か、うわー技術がバカらしくなるような剛腕で持ち上げてギリギリ狙うとか関係なかったじゃん。すごいなこれ。もうそれだけで真ん中まで移動してその後も持ち上げてみたいな、うん、ということで東京リベンジャーズのキサキゲットしました。マジでこれ全部集められるぐらいじゃない今の感じ、もしそうだとしたら。うん、でもさすがにこのフィギュアが軽かっただけか。ちょっとやってみよう。ちょっとさすがにこんな簡単なはめずないから。はい、じゃあまた500円入れました。そうでしょ。じゃあ行きますよ。逆にまっすぐでやってみる。まっすぐでギリギリ狙わんで。あ、そういうことか。はい、どうなるこれ。どんなやり方しても取れるわ。500円さえ払えれば。だって普通に考えたら絶対大損じゃんお店が。そうだね。嘘でしょ。はい、ということでこちら東京リベンジャーズの花垣竹道ゲットしました。竹道だよ主人公の。これが取れたわ。今1000円で2個取れてるからね。そうだね、いいペースだ。じゃあガンガン取っちゃうよ他にも。そうだね、取っちゃう取っちゃう。はい、ガンガン取りたいと思います。それでは隣の台やってみたいと思います。じゃあ行くよ。はい、もうこの隙間。あ、いや取れるんじゃないのこれ。 0.0001 の方だね。話と違うよ。俺はだってさ 0.0001% の男になったの俺。そう、なかなかないですよ。じゃあこれ安牌で狙った方がいいね。なんかいつもの癖でギリ狙って失敗するみたいにやっちゃったから、うん、いやでも分かんない、こっちの台がむずいのかも。あ、そういうこと。うん、ちょっとその可能性あるから。なんだよこっちで油断させといてさ、そのパターンじゃん。はい、おお、激取り台だね。激取り台。
激取り台だわ、ね、じゃあ本当にたまたまさっきはもう機械でもどうしようもないぐらいのミスをしたんだ、デカキンが。そう、うん、はい、ということで東京リベンジャーズの林良平さんゲットしました。ちゃんと取れるね、無理する必要ない、ギリギリ狙うとか言う必要ないから、ちゃんと持ち上げることができれば取れる。じゃあ最後こっちもね取ろう。よし、逆にこっちはねなんか隙間ちょっと狭いのよ。あ、本当だ、もっと狭く見えるな。片側広くて片側狭いんよ。だからこっちは結構ね怖い。怖いか、怖い。 99.999% 取れるって言われてるからこその怖さの境地に今来ちゃった。いくよ。いいよ。あ、またギリ大丈夫かな。あ、やっちゃった。ねえ、いや違う嘘でしょ。違う、これやっぱ取れないのはね、どんだけデカキンが下手かっていうのが今表に出ましたけど、違うのよ。あのいつもだったらちょっと当たるけどそのまま下行ってくれたりするから超ギリ狙えるのよ。それが身についちゃってんの体に。はい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 、してますしてます。イラン技術は初心に帰って、初心ね、初心に、うん、じゃあ行きます。はい、真ん中ね、真ん中、はい、真ん中、真ん中ね。はい、オッケー。はい、あ、危ない。はい、オッケー、はい、オッケー。ということで東京リベンジャーズの柴さんをゲットしました。でもすごいね、デカキンだからこのミスしてるけど、普通の人だったらみんなこれ1回で撮れるやつだから。さっきあのカメラ回してない時にこれ小学生でも撮れるねみたいなこと言ってたもんね。そう、もうそれぐらいの領域をちょっとデカキンは2回ミスしてしまいましたまあどれぐらい下手か皆さんも分かってくれたと思うんで、はい、これマジでおすすめなんで皆さんやってみてはいかがでしょうか。ということでこちら東京リベンジャーズということでこちら東京リベンジャーズ柴さんのフィギュアゲットしました。じゃあ行くよ。はいよ。じゃあ真ん中ぐらい、ここを持ち上げて、おお。おお、簡単すごいね。あの後本当は落ちずに半分だけ残ってて、あともう一回押すみたいな、うん、見て必ず必要だったりするのよ。何今トルネードみたいな、ね、超気持ちいいじゃん。ということでこちらゴールデンカメのフィギュアゲットしました。もうフィギュア5個目だよ。10個夢じゃないよ。全然楽にいけそうだね、うん、はい、ということでこちらゴールデンカメのフィギュアゲットです。続いてはこちらです。こちらもゴールデンカムイと呪術廻戦のフィギュアですね、はい、これはねごめんけどデカキンはミスりますよさすがにいやミスんないでよ。これはもう本当に、まあでも今までの経験あるから頑張りますけど、じゃあいきます、はい、これギリ入んないかもな。あ、いけた、入った。うまい。はい、でこっからあれ、これはまあでも動いたけどね、普通の難易度なんじゃないのかなと思うけどねはい、入った。おお、ちょっと滑ってきてる。次かな。じゃあ今動いてる、若干動いてる気がする。で待ってよ、このまんま。いやいや、待ってたら俺足腰持たんってデカキンの方が無理なんだよそれあ、そっか。はい、入った。おお、お願い、どうだ次あたり。 お、いいねいいね、どうだ。うわすごい、もう次で取れるでしょ。もう次誰やっても取れそうだ。あ、なんていうプレッシャーかけんだよほら、いや、あえて輪っか入れないわ。もうもういける。よっしゃ、オッケー。あ、怖かった怖かった、危ねえ、危なかった。いや、これちょっとでも苦戦したね、意外にね、うん、なかなか落ちないみたいな。ということでこちらゴールデンカムのフィギュアゲットですね。取れたね、うん、本当だったらこれの倍は確かにかかるから、それで考えたらやっぱ簡単設定なのかな。じゃあね、うん、はい、フィギュアこれ6個目。そうだ、すげーいけるぜ山氏、このままだったらなんか余裕だね。10個余裕でいけそうだね、うん、はい、ということでこちらゴールデンカムのフィギュアゲットです。続いてはこちらです。チェーンソーマンのフィギュアですね。これも簡単設定なんだけど、うん、一見どうやって撮るのか分かんないじゃん。確かに難しいね。で一応さ、なんか昔デカキンがよく撮ってたのが下に CD が入ってて、くるって回転させて撮るやつ、はいはい、あったね。だからああいうやつは経験してるから、角とか辺あたりを押す感じがいいのかなっていう思いがあるので、それで一回やってみようか。普通にやっても撮れない気するしね。こっちから左、はいいやだから今素晴らしいんだよ。だからギリギリだから、ここら辺狙うんですよっていうのを今伝えました。取るんじゃなくて、うん、今取るんじゃなくてここら辺狙うからねっていうのを今言っただけ。チェックボタンというか矢印、うん、取るよえ、山下取るよ。次行くよ。次矢印じゃないから、次取るやつ、うん、次取るやつ。うーん、もっと角かな。じゃあ矢印
今ここ狙うよっていう矢印したの今。あそこ狙うんでしょ。分かりやすかったでしょ今。もう3回見てるから。3回じゃん、2回だよ。2回矢印、ね、山氏矢印2回、1回当ててるから、うん、1回当ててる。いくよ。はい。おお、なるほど。狙いは変える、一緒、狙いは変える。こっち側狙い変えるよ。あえてね、右後ろ。あ、いけないって。今の後ろマックスだったな。今のマックスなんだ。うん、後ろ今のはマックス。でも動いたね。なんだ、あっちか。じゃあ、うん、そこら辺なんだ。原理わかんないけど動いてるね。でここでマックスまで後ろ下げちゃえば、うん、ずれてるずれてる。うん、次で取っちゃうよ。あ、違うんだ。裏手に入るかなと思って。あ、そっか。なんか手前のさ、こっちに突き出てる角じゃないかなと思うんだよ。あそこ押せればワンチャンもう落ちんじゃないかなと思うんで、あそこの角一点集中で。いけたか。いけた。うん、意味ないか。ちょっと待って、なんか狙うところ一回定めなきゃダメだな。わかんないわ。なんだよ今の手、なんだよ。全然わかんない。わかんないわじゃない。全然わかんないんだよ。重心をやって回して取るの合ってると思うんだけど。うん、行くよ。いや、もう取ってくれ。すっごい苦戦してるね。どこ狙っていいかわかんない。一回もうシャラ臭いから逆端行っちゃうわ。ここ。どうだ。ダメか。うん。今の回ったのよかったね。ね、うん、あ、面白さ分かってきたわ。いかに回して楽しむか。取るかじゃないの。いや、確かに取るのが楽しみだもんね。そう、なんか俺間違ってた。いかに回して楽しむかとか大きくなった。さあ行くよ、次。行け。うわー、ダメ。どうだ。うわー、すごい。これもいけそうなのに。回転を考える、回転。こっちだ。オッケー、オッケー。やっぱあの回転か。右のあそこのあそこだったんだよ、ツボが。いかに回転して楽しむかだけを考えて。はい、ということでチェンソーマンのデンジ君ゲットしました。ああ、何やってんのこれ。勉強になるな。なんかでも苦戦したね。簡単設定でもちょっと、簡単設定の中でも吟味しなきゃダメかもしれないね、うん、はい、ということでまずこちらチェンソーマンのデンジ君ゲットしました。続いての簡単設定がこちらです。東京リベンジャーズのフィギュアのこの玉転がして落とすやつです。これもね、時間かかるからね、本来はね。なんかでもあれだね、パワーアップ中って書いてあるね、アームの。あるね、これいけんじゃない。ちょっとね、一回集中力戻そう。ちょっと海底の頭になってるから今ギリギリの頭に変えないと。 OK。その、あの、ずっと撮るのやめて。なんか何か、なんかあるのかなと思われちゃう。じゃあいくよ、はい、超ギリ。おー、すごいね、超ギリよ。おい、はい、よし。どういうのがいいんだろうね。最初良かったけどね。でも順調に、やっぱアームが強いから。はい、手前側の方がいいんかな、もしかしたら。ということでここで7000円終わりました。3000円だから、ちょっと今もう落ちそうだよね。落ちそう。急いで両替しよう。はい、ということでこちら両替してきました。残り3000円。これ取ったら8個目。うん、いける。なんとか10個いきたいね。これもでももう落ちると思うんだよ。いくよ、はい、これで逆アームで押せば最悪あっちに行ってくれるんで。 OK。 あー、よかった、取れた。ということで東京リベンジャーズのバジケイスケさんゲットしました。これは楽しかった。普通にどんどんずらしてきながらで、最後の一手で決まると気持ちいいね。そうだね。ということでこちらバジさんゲットです。そして続いての簡単設定がこちらです。ベタ棒です。ディーリングと呼ばれるやつですね。ドキドキウハウハ簡単コーナーって書いてるから、これも間違いないでしょ。そうだね。もうこれも300円ぐらい取っちゃう。はい、すごい力だわ。すごいね、ほんと。で、あえて伸び伸びまでやっちゃう。限界までこうやってやっちゃう。おーら、おー、当てた。今は丁寧にやったつもりだったから奇跡なんだけど。え、でもまあ、まあ、次で当てちゃえばいいでしょ、うん、次当てて取るわ、もう。
なんで俺当てるときは弱いんだろうな、なんか。まあもう取れるの確定したんで。よいしょー、オッケー。もう根元でね、最後はね、うん。ということでこちら、マイゼンシスターズのぬいぐるみゲットしました。これはもう簡単だね。もうアーム強いし、ぶつけはしたけど、ぶつけなくても全然取れる。普通にやった方が早く取れたんじゃないかな。っていうぐらいのレベルですね。はい。はい、ということでこちら、マイゼンシスターズのぬいぐるみゲットです。そして続いての簡単設定がこちらです。ヌードルストッパーフィギュアですね。これだよ、カップ麺とかの上にお湯入れた後に置いとくと、もう欲しいね。東京リベンジャーズのマイキーのやつ欲しいな。これもなんかやっぱ簡単設定だもんね。ほらそうだね、うん、簡単設定だけあってベタ棒が2本だからすぐ取れんじゃないこれ。感覚、いや感覚、最初はね感覚わかんないから。さすが。はい、ここでどんぐらいずれてくれる。おお、はい、加工した方がいいのかもね。うん、あれ戻った。でもほら根元、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 うん、根元か加工するような気持ち。あ、すごいね。で根元でしょ、これ根元行くでしょ。うん、どっちこれ戻ってる、戻ってない。なんか若干戻った気がしたよ。戻った気がする。うん。OK、はい、完璧。これでドドンとくるから前。何の顔してんの、何その顔は。何だって穴入ってんだもん。僕どうしたの、僕どうしたのじゃないよ。穴入ってんじゃん、おじいお兄ちゃん。おじいちゃん慣れた。穴入ってんじゃん、ちゃんと入ってたよ。間違ったことしてる。してない。穴入ったよね、ほら入った入った。これはさすがに来るでしょ。どうした、どうなった。穴入ってんじゃん、おじいちゃん。入った入った。おじいちゃんこれ穴入ってるよね。入った入った。この顎腹立つ。腹立つ、おかしいだろ。何の顎腹立つ。なんだよ腹立つって。入ってんじゃん、穴に。入ってんだ。進んでるでしょ。いや全然進んでなかった。関係ねえよ、輪っか。どうすんの。ほらほら、どうだ。おお、お前来てるじゃん。でもいつからその顔になってた。いつからその顔になってたじゃないんだよ。隣にするか。もうね残りがね1,2,3,4,5,600,700円。700円、700円でこれは厳しいと思うのよ。ちょっと700円でできるやつで。今何個。今9個。あと1個取れば目標なんだよね俺。うん。安息の地忘れてたか俺ら。だってさ、あと700円残ってるんでしょ。だから500円で1回できるよね。でこれ1回やって 100% 取れんだから。もう 100% じゃないよ。でかいんだと 70%。 いやいや、でもちょでもう 99.999 取れんだよ。もしくはあのベタ棒とかさ、うん、ベタ棒だって早いよ。700円で全然取れる可能性あるよ。いや全部なんか確率一緒に感じてたな。500円の取り取り台ででかきんだったらミスする可能性もあるけど、やるのか、それともあちらのベタ棒を、でかきの得意な方のベタ棒でいくのか、もしくは新しいジャンル。いや新しいジャンルはちょっと違うかもな。違う、怖いわ。何もこの動画見てない人だったら、うん、トレトレ台に決まってんじゃんって選択肢すぐなると思う。ただデカキンの今までの下手さを知ってるこのヤマシーと、うん、視聴者の皆さんだったらこれがいかに危険な賭けか。残り700円。はい、1回のミスも許されない。で取れなかった時、うん、で取れたらもう目標の10個そうだ、ね、いけるわけだし、フィギュアだらけで、うん、いやこれはさ正直あっちは俺700円取れる自信あるのよ。だったらこの博打にかけたいなって思う。どうも。いや賛成賛成。うん、よし、デカキンクレーンゲーム一世一代の大博打やってやりますよ。そんな大きいことか。デカキン TV。行きます。はい、一か八かの大博打頼む、取れてくれ、みんなの願いを込めて。ああ、乗り切った。どうだどうだ、いけるか、どうだ、うわ。
今まで見たことない方向に。危なかった、ちょっと冷えました。みんな勝ったぞ、アブラムルのみんな。一戦一台の大博打で手書き勝ったぞ。ということでこちらトムとジェリーフィギュアコレクションゲットしました。ということで10個達成。まああと200円あるんで、どうしよう、どっかやろっか。200円、これだ、ちっちゃいやつ。うん、タイム200円はちっちゃいやつでやらしてもらおう。そっか、今日でも言ってたよね。あ、ちっちゃいやつやらんって。だからこれ数に入れないから。あ、はい、ウィニングランみたいな感じで。あ、そういう感じね。最後に2個ちょろちょろっと取っちゃって終わりたいと思います。はい、ということでこちらトムとジェリーフィギュアコレクションゲットです。最後のこちら200円で小さいぬいぐるみを取りたいと思います。はい、この手前のやつ取れそうじゃない。なんかいけそうだねこれは。ね、うん、これまず狙おう。はい、もうこれはね、はい、はい、簡単設定ありがとう、完璧だ。まず呪術廻戦のぬいぐるみゲットです。で、あともう一個が、でもそれもいけそうなんだけど、うん、どうだろう、このうんちいけそうじゃない。ああ、乗っかってるうんちいけそう。これ何だったっけ。なんだ、プッシュポップ、ポップ、ちょっと、あ、プッシュポップ合ってる。プッシュポップだよ、プッシュポップ。じゃあいくよ、プッシュポップ。さあ、はい、はい、どうだ。最後うんち取って終わりたい。何で取れないの、ね、一番最後取れていいじゃんこれだって今。あ、うんち取れなくてうんちになっちゃった。うんちになっちゃった。誰がうんちだお前。おかしいだろ、うんち取れなくてうんちになったんじゃないんだよ。うんちの顔じゃないんだよ今。はい、ということで1万円終了。それでは今日取れた景品の結果を発表したいと思います。ポニュ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 デカキン TV。 ということで今日取れた景品が、東京リベンジャーズのフィギュアが5個、ゴールデンカムイのフィギュアが2つ、チェーンソーマンのフィギュアが1つ、トムとジェリーのフィギュア、マイゼンシスターズのぬいぐるみの合計10個です。初めてかな。あ、前の簡単設定の時もそれぐらい取った。このくらいあったか、いい勝負かな。その時でもぬいぐるみ中心だもんね。そう、今回フィギュアだから、フィギュア中心に取って10個はすごいんじゃない。いや、すごいね。ね、うん、で、しかもあとおまけで呪術廻戦のぬいぐるみゲットしてるんで、簡単設定楽しいね。そうだね、取れるっていうのがまず楽しいもんね。デカキンだからこんな苦労したのであって、皆さんだったらもっと簡単に取れる可能性があるんで、ぜひ皆さん挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。